さて、以上でですね、アルゴリズムの記述について、ちょっと見た後で、長さ k ワードの多倍調整数の a と b の加算ですね、について、戻って、これをアルゴリズムで表すことにしましょう。一応、先ほどの状況設定を復習しますと、与えられた多倍調数 a と b というのがありまして、ここから a プラス b としての c を得ると、そういう計算を行うということでした。で、これをそのアルゴリズムの形で書き下したのはこちらです。一応アルゴリズムとして多倍調整数の加算で a と b というふうにとってます。入力は a と b という2つの多倍調数でして、出力は c ですね。これ k ワードの多倍調数で、c が a と b の和になっているようなものと、そういうふうに書きます。で、まず、とりあえず、分かっても分からなくても、このアルゴリズムの1行目から読んでいきますと、まず1行目で、ガンマ0に0を代入しなさいと出ます。で、2行目では、i が0から k マイナス1の間、次を繰り返しなさいと。どういう繰り返しをするかというと、アルファ i とベータ i とガンマ i の和を取って、で、計算結果を ci、それから桁繰り上がりの情報をガンマの i プラス1に代入しなさいと。そういう処理をしています。で、この2行目の繰り返しが済んだところで、この c0、c1 から c の k マイナス1のワードから多倍調数を1個作って、これを返しなさいと。返して終了ということになっています。一応、このアルゴリズムを見た上で、先ほどの授業の前の方で見たですね、この多倍調数の加算の図と見比べながら、内容を確認していきましょう。先ほどやりましたように、この多倍調数の加算というのは、各ワードのを加えて、それに繰り上がりも加えていくということをやっておりました。で、先ほどの図とですね、1点だけ異なるのは、このガンマ0っていう数を登場させたことですね。これもともとはガンマ0はですね、この計算には必ずしも必要ないものなんですけれども、実はこれを書いておくことで、そのアルゴリズムとしては、この2行目のステップですね、2行目のステップを、その i が0の時も含めて統一して書くことができるという利点があります。ガンマ0がないとですね、その i が0の時の処理だけ、別にもう1行増やして書かなければならないはずなんですけれども、ガンマ0というのを付け加えておくことで、この繰り返しの処理を全部1行で書くことができるということに注意してください。あとは、そうですね、一応今日の授業で説明しました、アルゴリズムの記述の仕方と、それからこちらの図をですね、見比べながら、その実際にアルゴリズムの方でどのような計算が行われているかということを確かめてほしいと思います。ここまでよろしいでしょうか。それでは、今回の授業のまとめです。で、今回はまず、符号なしの多倍調整数の表現について説明をしました。それから、その演算を行うために必要な知識として、CPU のレジスタについて、紹介をしました。それから、多倍調整数の加算の原理について説明しまして、で、アルゴリズムとしてまとめるために、まずアルゴリズム、基準コードと制御コードについて紹介をしました。以上を踏まえて、今回は最後に符号なし多倍調整数の加算のアルゴリズムについて説明をしました。で、次回第4回ですけれども、以下の内容で行う予定です。計算量の概念について説明をしまして、今日行いました多倍調整数の加算ですね、これの計算量の見積もりを行います。それから、一変数多項式の表現について紹介しまして、その一変数多項式の加算のアルゴリズムとその計算量について説明をしていきたいと思います。ですので、必要な方はこの辺の予習をしてきてください。それでは、以上で今日の講義を終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。